ちょっとバッグの中一旦見ようぜ。これ謎の黒いウサギバカげているわ。これだけ立て続けに怪人に遭遇すると、少しばかり場違いなウサギが現れればどうということはない。噂通りこの世のものとは思えない少年が姿を現した。うん、赤き者、なんかもうちょっとゾクゾクってして、今俺の身元で支えたあの不気味な声は何だったのか。悲鳴の主は肛門であったあの警備員だった。あろうことか職員室が飛び出してきたからには無数の植物が生え、その苦痛から我をなくしていた。チンコに印あったと思うと興奮はせんでしょうが、甲斐にやられたのか。ならばやはり花彦君が。だとすれば職員室の中には、だが進まねば。職員室の中は荒れ果てている。特に備品らしいものはなく、壁にはぼやでもあったのだろうか。一面に黒ずんだ跡が広がっている。ふう。背中に隠れるようにしていた萌が安堵のため息をついた。ガラーンって感じだね。とにかく調べてみよう。萌ちゃんだけが、ちょっと待って、ごめん、こっちの部屋探索してない、まだ。ふう、肛門で会った。どういうシチュエーションじゃ、肛門で会うって。何もなさがあるよね。窓際の壁には焦げた跡がついてる。だいぶ前に火災があったようだ。あ、でも柱の上部か何か落ちてきた。ボロボロのお札を見つけた。やったぜ。ボロボロのお札やったぜ。ボロボロのお札無限に集めてこうぜ。なんか落とし物がどうこうとか書いてあったよね。どうやら教育日誌のようだ。紙の劣化と虫に食われて読める状態にない。ここか。ガラス戸を開き中を探ってみたが、目星ものはなかった。おお、なんかおるやんけお前。やめろやお前、急になんか出てくんなって。気持ち悪いな、やめろよ。趣味悪いんじゃ。ドンの声でびっくりする。いやごめん、俺も声出さな耐えられへんねんって。これちょっと待って、まあ、ちょっとめっちゃもう嫌や、もう嫌やねん。あ、なんかある。お前が勝手に来たんだよな。それはそう、床に扉が切られている。収納スペースでもあるのだろうか。大人が入れるぐらいの大きさのかなりしっかりした扉だ。ペーパーナイフでぶち開けたりできへん。だが掴もうとしてうまく引き起こせない。なんかある。箱の側面にはマジックで何か書いてある。落とし物までは読めたが、残りの文字ははっきりとしない。探りまーす。ぐっと背をそらして箱を取り上げ、中を探ってみた。口紅、赤のボールペン、女子の上履きを手に入れた。さすがおじさん、背高いもんね。ええ、背は高いんですよ。そう、ペーパーナイフとかでゴリ押しとかできへんかな。ペーパーナイフでぶち上げるね。印が再び手首に食い込んだ。ロリコン教師の戦利品、やめろよマジで。上履きを履く、いや上履きは履かないですよ。上履きは、いや履くべきタイミングは多分どっかであるんやけど。
平静を装って立ち上がる。気になるのは確かだが、ここには何か危険なものがありそうだ。ちょっと後にしようと思ってね。適当にごまかして膝を払う。先に部屋の中を調べよう。いろいろと興味深いものがありそうだ。足の下に何かあるのは間違いない。だが見に行くのはそれなりの覚悟が。もういいやん、もういややって、もう何したらええねんこれ。はあ、あー、何しろボールペン。あー、まだなんかあんのかな。じゃあ、なんか足らんのちゃうんこれ。なんか足りひんのちゃうん。バールいるよね。もうちょっとすっごいゾクゾクしてんねんけど、もう嫌やねん俺。何が足らんのこれ。ちょっと何が足らんか言ってくれへんっていう感じやな。穴あき防災頭巾も使い道ないもんな。そう、バール、ゾンビものやったらバール最強やけど、上履き履いてみようか。全部のアイテムをさ使ってみようぜ。お風呂行ってくる。あ、行ってらっしゃい。天井も何もなさそうなんすよね、特に。なんか特に当たりはないんすよ、天井も。なんかもうずっとね、ただずっとゾクゾク感だけが俺残り続けてて、もうなんかもう気力が、あんまり難しいこといきなり要求してこないと思うんですよ。俺も同じこと思ってて、やっぱここやと思うんですよね。何かが引っかかっていて、道具使いまくるしかないかもね。多分ね、ここのその下に謎の扉があって、でここ開けるのはもうペーパーナイフで無理やりこじ開けるんやろなっていう、そこまでは俺分かってんのよ。もうそこまでは分かってんねんけど、ここを多分開けなあかんと思うんで、多分ネジ穴に差し込むだけのごく単純な鍵がついていた形跡な。その情報今出てきた。鍵そのものは紛失したらしく、どこにも見当たらないが、なんだこれは。ネジ穴に何かが詰め込まれていた。なんか新しいの、なんか展開きたな。木質の恐れが鍵の代わりをしているようだ。戸棚を開けるためにはこれを何とかしないといけないだろう。ペーパーナイフか。ペーパーナイフめっちゃ便利やね。当てがってみたが、全くサイズが合わない。ナイフで大きすぎる。ボールペン？いやー、ちょっと。器用なことするね。なんか急に部屋暗くなったの何？今そんなに意外だろうか。ともかく先に集中すると、いやー、シーンが向こう側突き抜け、扉へ手をかけると、それは何の抵抗もなく横へ滑った。中には赤い筒が転がっていた。発煙筒やんけー、発煙筒。なるほどね。けど、ほうほー、偶然ってあるわけないね。きっと捉えたくなかったんだよ。だから穴に溶けよう。つまり発煙筒。なんでライト消したの。違う、消してない、消えたんだ。早口にそう吐き出す。 No! 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 Please! 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 ねえおじさん、今の音何？うるさい、黙れ。叫びたいのをこらえ、懐中電灯を何度も何度も叩く。おい頼むぞ、こんなところでまだ電池あるだろ。あれで心臓マッサージだ。その時小さな鳴き声が聞こえた。ふぅーふぅーと同
同時に背後の扉をたわんだ。印が焼けつくように痛む。死はもう隣の部屋まで来ている。時間はなく逃げ出すことも不可能。落ち着け。とにかく最短の時間に危機を乗り切る術を見出すんだ。乗り切る術を最短で。ここを道具でペーパーナイフでぶち開ける。違う。うん。はい。くそ、ダメだ。早く。まるで見えない力を操られるように背後の扉を勢いよく開き、同時に柔らかい何かに絡め取られるような感じだ。ファー、うわー、世界は完全な闇に包まれた。死んだー。ちょっと待って、床収納を開けるとこ手間取ったわ俺完全に。はぁ、違う、階段登らんねんて。ちょっと間に合わんかった。いやー、ちょっと待って、死ぬまで早すぎるよね。結構なんかスピード感求められてるよこれ。もう俺怖いからさ、ちょっと後ろいつもなんか俺椅子に持たれてないんやけどさ、俺背中がさ開いてんのが怖いから、もう俺椅子に持たれてるよ怖くて。なんかプレイ時間みたいなの多分計測されてると思いますよこれは。丸飲みなんか何がどうなったのか。とりあえずここを見て、ん？そうやな、調べてから見るんや。うん、そう、フラグ立ってからの、うん、作業ですね。あー、これをなんとかしないと、つってボールペンぶち開けて、まあ開けると。急に暗くなるのなんなんマジで。いやー、もうほんまにさ、芯が向こう側突き抜け、何の抵抗もなく横へと滑った。中には赤い筒が転がっていた。発煙筒を手に入れる。発煙筒ゲット。床下収納を最速でぶち開けないといけないっていう。ひひふー、はい、発煙筒に集まりの、こっからイベント生かした RTA 始まるから。消しが消えたんだっつって、うわー、うるさい、黙れーって言いながら、ひゃー、生まれる。はい、クソダメだからのペーパーナイフで、やれ、いけ、ゴー、思ってもいなかった距離を落下し、背中を何かに強打した。歯を食いしばり、なんとか叫びをこらえる。ネズミかな。もういやいや、頭の上を何かがうごめいてる。あと数秒あそこにいたら危なかったね。痛む手首を力いっぱい握りしめる。当分この痛みに耐えなくてはならない。うわー、いやいや、不安げない息遣いが聞こえる。もうやそばにいるようだ。その影は旗目に見てわかるほど震えていた。ん？入り口が破られるかととっさに身構えたが、何かを引きずるような音はやがて遠ざかっていった。何かが住んでるんでしょうね。だから、もう大丈夫かな。ああ、いなくなったと思う。いつの間にか手首のうずきが消えていた。よかった。今度はもうダメかもって。それよりここは、一体何の部屋だ？学校の下にこんな地下室があるとは。ライトつく？つけたらなんか映るやろ？音がしないよう、慎重に電灯のスイッチを押し込む。うわー、もう。丸い光が炙り出した光景に背筋が凍りつく。え？思わず叫びかけ、萌えはとっさに自分で自分の口を塞いだ。数秒の間だったろうが、自分たちは言葉を失ってただ見つめた。揺るがしようのない結末が、それも最悪のものが今目の前に転がっている。誰だってショックを受けるだろう、まして子供は。風呂上がったらいいタイミングでよかった。
いや、なんとかなったけどさ、深く息を吸い、改めて死体を観察した。死体の周囲に絡み合う何かがある。それは植物のツタのように見えた。バラか？異様に鋭利な棘、そしてまばらに開いた赤い花弁。遺体、そして床を飾っているのは本物の生きたバラのようだった。その時、不意に視界が霞み。おい！エッチや！バラに捕らわれた女性の死体が目の前に現れた。エッチやん、すげえエッチやん。なんだこれは。この部屋でかつて起きた惨劇、その光景がまるで直に頭の中に流れ込んできたかのような。これすごいエッチですね、うん、これはエッチだなと思いました。ただ怖くて俺ずっと椅子にもたれかかったまま復活できない。俺バラなんでそんなものが。誰かが植えたってこと？萌の声に現実に引き戻される。ああ白チームを見ていたなどとは言えない。必死に何の話をしていたのか思い出す。そうだ、確かバラのツタを見て。当然そうだろうな、勝手に入るわけがないから。しかしそれにどんな意味があるのだ。誰かが何らかの意図を持って死体を装飾したんだろうか。まあ、これ R18 ではないでしょうね。まあ多分センシティブやと思うけど、うん、多分セーフやと思ってる俺は、うん、あるいはそもそもあの光景のようにバラに囚われて。萌が小さな悲鳴を上げた。バラのツタで拘束するのはエッチよね。どうした？なんか動いた。あそこ奥の方。まさかここには何かが潜んでいるのか。とりあえずさ、調べていくか。干からびた死体がある。死体は異様な形身をくねらせ、今この瞬間も苦しんでいるように見える。ベッド、パイプベッドが置いてある。マットレスは全体的に変色しているが、汗のシミらしきものが見える。ここで誰かが生活していたようだ。それもかなり長い間。はあ、はい、はい。早く出たいのは山々だが、ここをもう少し調べてからにしよう。よう、もう少し調べるって気持ちになるな、お前は。死体を探ってみるか。これ、死体を探るパートなんですか？こっから死体を探るの？そんな死体漁りなんか嫌やって。絶対たたりが起こるよ。うわー、丸手鏡とかさ、なんなん。手鏡？お前調べたっけ？ああ、はい。いやー、まあ、なんでしょう。手鏡のあれでも見てみるか。花鳥の図柄が背面に刻まれた金属製の丸い手鏡。埃と汚れで表面は曇っているが、そのままでも十分に使える。ああ。はあ、ご遺体に上履き使いました。上履き使うってさ。じゃあ上履き使ってみる。うん、マットレスは全体的に変色している。汗のシミらしきものが見える。はあ、はあ、なんかもう怖いよー。俺怖いっす。干からびた死体
発煙筒は一発しか使えない。ホラゲー一人でって配信終わった後トイレ行くのめっちゃ怖そう。いや怖い怖いってかね、アンティルドーンの時はね俺怖くないのよ。アンティルドーンの時は怖くなかった。あのアンティルドーンは殺人鬼やったから相手が人間やっていうのがあったけど、これ怖いよこれね。死因はね一人でトイレ行くのめっちゃ怖ない。なんか子供のあれみたいなのおるやん。だって防災頭巾かぶせるのはどう？そう、防災頭巾かぶせてみたいなと思うんですよ。なんか特に調べるとこなさそうやから死体になんかすべきなんやろな。コンドームを探す必要。コンドームなんでやねん。道具特攻してみるかこれ。ああ丸手鏡とかさどう使うのっていう。普通に声出して笑ってる。マジかよ。声出して笑えるその精神性やばいな。俺は全然笑えへんぞ言っとくけど。見ると探るを使い分けよう。あそれはねあるよね。ただ死体シリーズは全部見たけど、なんか特になんかみんなこう同じことを言うからねこれ。特にこう死体シリーズは何も関係なさそうだから、やっぱベッドかなこれ。隅の方になんかないですかね。いや隅の方十分なんか子供の死体みたいなのおるけどね。子供の白骨死体みたいなのあるけどさ、はあ、やっぱベッドが匂うな。思い浮かばんか、はあ、ペットボトル取り出したけど意味なくて、防災頭巾取り出して意味なくて、口紅。だからどう使えばいいんだろう。特にいい考えが思い浮かばない。ごめん、間違えて三角を押したかし、なんか UI が消えた。はあ。ここで発煙筒を使ったら多分大事なところで発煙筒を使えへんくて多分死ぬから、発煙筒が多分さ最後の必殺技みたいなもんでしょ多分これ。なんか敵がなんか最後出てきた時にその敵に対抗する最後の多分必殺技が発煙筒やと思うんですよ。何も見つからない。急に FPS の解説みたいになってくさいや本当にあのちょっと冷静になりたいね。ちょっと冷静さをちょっと失ってさ、こうなんか常にちょっとゾクゾクしてるみたいな状況って、発煙筒どう戦えって言うんや。多分赤いものにこう今回のその敵は赤いものに対して弱いっていう特徴があるみたい。なんかなのでね、なのでなんかこう赤いものを使ってあ、話すとかで選択肢ないんかな。渡辺萌え何してんねん。渡辺萌えもな、これね、まあ、ワンチャンあるのはその連れてきたそのなんかこのゲームなんか一応ちょっと調べた感じだと連れてくる人選を間違えると先に進めないってパターンがあるらしいんやけど、でも多分これ積んでるから多分そういう問題じゃないと思うのよね。多分だからどうにかなると思うんやけどな。そうなんか人選間違えたらあかんみたいな、そのなんかその場その場に応じた適切な人選を人を選ばないといけないみたいなことがあるらしいけど、まあ最初のあれやからまあそんなことないんじゃないかなと。あ、下水のようなひどい匂いがする。
あ、ベッド探れたわ。マットレスをずらしてみると下にはビニールシートが敷いてあった。ビニールシートを手に入れた。かなり厚手のシートだ。防水のために敷いたんだろう。シートの裏面は真っ黒に変色している。最初はカビでも生えているんだと思った。しかし広げてみるとパリパリと音を立てて赤黒い汚れが舞い散った。血ですね。これは血だ。血まみれのシートを手にしたまま呆然とつぶやく。それに応えるように耳元で何か囁いた。そのものの血はそのものを拒む。え、どういうこと？素直に声を受け入れている自分がいた。明らかに幻と思える声だが不思議と穏やかな気持ちになる。特殊清掃案件。半ば放心したまま構えたままライトベッド下へ向けると、なんか見えるよこれ。なんかいるって。化け物じゃない、俺はれっきとした人間だ。お前さ、え？お前こんなとこで何してんねん。コートを羽織った男だ。人こんなとこで何してたの。いや本当によ。確かに業者入れた方がいいのは確か。青年はうんざりした様子で答えた。同じだよ。化け物に出会ってここに逃げ込んだんだ。そこに貴様らが来て。イケメンやけど、男は背後向けて顎をしゃくった。とりあえずあそこに隠れていた。なるほど、まあ、顔のいい男ですよね、うん、男は斜め下からこちらの顔を覗き込み、わずかに鼻で笑った。こちらの疑義などとっくにお見通しらしい。クマがひどいので親近感がある。クマのひどいとこに親近感感じんといてほしいけど、納得してないって顔だが、まあ当然だな。こっちも話してないことがある。顔で撃退できたら苦労せんのじゃ。男は足元を見渡した。そこには、その前にこっから出るぞ。現状で話すことはない。これ警官じゃない、現状って言い方。警官っぽい気がする。リヴァイに似て、確かにリヴァイ兵長っぽい気もする。帰るとこはあるのか。そいつはいい知らせだ。ならさっさと行くぞ。現状って言い方さ、警官っぽくないのか。マスター悟、元刑事。元刑事か。へえ。服装が青島ね、青島よね完全に。これ遅れるなよ。マシタと名乗った男は地下室から姿を消した。まあ青島なんやけど名前はマシタっていうね、うん、イケメンじゃん、まあ、イケメンの警官っていう肝心のマシタの姿も見当たらない。どうした。おい、これを見ろ。廊下の方からマシタの叫び声がした。貴様らが来た時もこんなだったか。答える萌えの声は心なしか震えているようだった。うん、違う。何が、さっきまでは全然違った。What the fuck? 何かが廊下を張っている。それはバラのツタだった。だよな、俺が来た時もこうじゃなかった。まあでもバラ綺麗やからね。お花綺麗やね。印がさらにその色を鮮やかにした。死の刻限まであと数時間。もう怖いよこのゲーム。特に敵意はなくても自然と相手を身構えさせる人間というのがいるの。あのさ、元刑事の前で無免許運転するのってどうなんて俺思うけど。動物園かつ植物園。そう、侵食し始めてきてるね。耽美的。あとはラブホ行かへんわ。警官おんのにお前女子高生連れてラブホ行けるかお前。マスターマサヨシって踊る大捜査線でユウスケサンタマリアがやってたやつ。そうだから、マスターという名前で青島の格好をしてるっていうね。マスターというところはまさにそういう人間のようだ。ほう、なかなかいいもん持ってるじゃないか。車に乗り込んだ途端無言でバッグをひったくり、こちらの所持品検査を始める始末だ。 3P しろ。あかんって。警官、元警官がお前そんな、お前女子高生とそんなことすなよ。観察するつもりなどなかったのに、自然彼の言動を確認せざるを得ない。真っ先に首を突っ込んできそうな思いなのだが、疲れてしまったのか黙ったままだ。萌え、大丈夫か。え、ああ、うん、ぼーっとしてただけ、大丈夫。大丈夫には見えないが、それより今はもう一人の同乗者の方だ。なかなかいいもの持ってるじゃねえか。何の話なんですかね。なら、あそこにいたのは事件の捜査なのか。もう警官じゃない、あくまで個人的な調査だ。確かめたいことがあったんだな。
個人的な調査といえば格好はつくが、要は不法侵入だ。何を調べ、その前に聞かせろ。マスターはこちらの質問を遮り、ハンドルを握る手首を指さした。それ痛むか。手首についた印を目立たく見つけたようだ。ああ、たまに、特に危険な目に遭うときには。うん、なるほどな。マスターさん、ゲイっぽさある。まあ確かに。マスターは納得した様子でシートの体重を預けた。主人公の個人的な調査、調べてたのは行方不明者だ。そして唐突に質問に答え始めた。失踪者複数名の足取り調査であの学校が浮かんだ。いずれも失踪前に何らかの形でエッチ小学校に関わっていた。教職員、出入りの業者、母体の学校法人関係者、生徒とその父兄、そいつらを探してた。だとしたら、後部座席から萌えの声が聞こえた。その人たち何ですか。あそこにあった死体は普段と比べると正規がない。やはり何かがあったのだろうか。ショタとマスター、いいかそれ。マスターが猫はなんとなくわかる。マスター猫はちょっとわかる。例えば印が。マスター答えようとしなかった。ブロンという返答だったのか、子供相手にしたくなかったのか。しかし今のマスターの話に引っかかるところがあった。そこまではっきりした疑いがあったんなら、もちろん上に上げた。そしたらこれだこれ。マスター先回りして答え、手刀で首筋をトントンと叩いた。首か。あー、部下へのセクハラだったかな、懲戒自由は。あの学校の校長、政治家に顔の利くやり手でな、何か痛いところを探っちまったんだろう。はあ、そんなつもりさらさらなかったんだが。そう、エッチ小学校ですよ。確かにあんな地下室がある学校だ。行方不明者の調査捜査線上に浮かんでも何もおかしくはない。そうだね、組織は汚いけど、確かに常識ではその通りだ。だがそれはあくまで聖者の世界の話。会議はその事件に関係しているのか。嫌な沈黙が流れた。そういう意味で言えば、これはもはや事件ですらない。明日は深いため息をついた。誰が信じる。あの学校には化け物がいて人間たちを殺してるなんて話を。こいつはもう個人的な問題なんだ。世間から隔絶された俺たちのな。ちょっと目離したらコメント欄ともそのことになっとる。あ、そうですね、ちょっとイケメンが一人加わったっていう感じですね。そう言ってマスターは手首をめくってみせた。あ、印あるんかい、お前もやられていたのか。ああ、その手首を見てすぐ感づいたよ。こいつが問題なんだろうってな。つまり一蓮托生ってことだ。勘のいい男だ。帰ったら相談してみるといい。九条館には詳しい。人と言いかけて躊躇した。人形っていうか、なんて言ったらいいか、まだ触れないでおこう。リストカットちゃうわ。とにかく帰ったら話を聞いてみればいい。マスターさんもきっと助けてもらえると思いますが。マスターは萌の言葉を鼻先で笑い飛ばした。助けてもらえるか、舐められたもんだなおい。やられてへんわ。いや、無免許運転の方、マスターさん突っ込めよ、ちゃんと。そっちをさ、そっちに突っ込み入れてくださいよ。車から降りると、ガレージで出迎えてくれるものがいた。ショタかわいい。ショタかわいい。お帰りなさい、おじさんに。萌えさん、無事で何よりです。かわいいね、君。会について何か手がかりは。いや、そこ意地張るなよ、マスター。まあまあ、警官やから、元警官やから、そういうとこプライドが高いみたいなとこもあるしさ。なんだ、まだ他にもいたのか。そう、この警官はとりあえず眠そう、常にね、常に眠そうな感じやけど、クマがひどいよね、本当に。見れば見るほど。そうか、頼もしい仲間だな。マスターは皮肉に唇をゆがめた。まあそういう感じだよね。で、貴様らはこれからもその鍵とやらの調査を続ける気か。股間をなでなですな。ケーキ買ってあげようね。そういうノリじゃねえから。今他に手がかりがないんだ、仕方ないだろう。意味がわからんな。もし仮に印とやらの原因が怪異だとするなら、原因を排除するのが最善だ。そう思わないか。まあ怪異を排除すべきよね。イラストレーター、女性なんかな。女性っぽい気もするけどね。怪異は存在するならぶっ殺しちまえばいいんだよ。そんな簡単にぶっ殺せるかよお前。それ本気で言ってる。こいつの正面顔見たいけどね。無論本気だろう。冗談を言う手合いには見えない。仮に倒せたとして、それで印が消えるんだろうか。メリーの話を思い出す限り、とてもそうとは思えない。だが、たとえ仮にそうだったとして、もっと根本的な問題がある。
どうやって殺すつもりだ。うん、方法はこれから調査する。だが存在するものは当然消滅させることもできるはずだ。方法は分からないくせに怪異は倒せるという。まあでもその通りやとは思うけどね。まあ何らかの方法で消す方法はあるでしょうよ、それはって思うけど。忘れるな、俺は一度あいつと対峙してるんだよ。ほう。明日は手首を握りしめた。あいつ遠くからトゲみたいなものを飛ばしてきやがった。コンクリートの壁に突き刺さるくらい、とてもじゃないが近づけない。まずはそいつをどうにかしないとな。遠距離攻撃が効くっていうことですね。マスターは革靴のかかとから何か引き抜き、こちらに投げた。それは牙のように反り返った植物のトゲだった。俺が生きてるのは単に運が良かっただけだ。タイの描写が変ですね。男性であればこうは書かないでしょ。あ、確かにね、ネクタイが確かにすごい違和感ある結び方ですね。次はない、対策を立てないとな。手首がうずく中二病かな。玄関ホールに向かう途中、マスターに九条家のことを伝えた。彼はただ黙って聞いている。喋る人形や九条さやの死についても驚いた様子を見せない。その不気味なまでの落ち着きようは、すでに怪異の世界に足を踏み入れたせいか。ぼんやりとした暖かい光に照らされたホールへと戻ってきた。得体の知れない館だが、我が家に戻ったような安心感がある。慣れとは誠に恐ろしいものだ。お疲れ様です。トロードンのおちんぽ様ってちゃんと呼んでくれる？フルネームやからそれ。そちらの男性も印人のようですね。ご紹介いただけますか。調査の結果とマスターとの奇妙な遭遇をメリーに伝えた。友のルイさんね。インド人しかおらんからね、ここは。鏡のような出来事、地下室にあった死体、一変した廃校の様子。いや、王にも超常的な力が働いているのを認めざるを得ない。それをやった怪異の正体があの噂の花彦君。マスターの腕に印を刻んだのも花彦君に違いない。だが、うん、あんな真似ができる怪物相手にどんな手立てができるあるのだろう。マスターぶっ殺せというが、そんなことができるのか。インド人を右におい、トロードン、トロードンのおちんぽって呼べ、ちゃんとフルネームで。差し出された彼の手には一冊の川拍子の手帳があった。こいつ読んでおけ。あの地下室で押収したものだ。発見した時はバラのツタが幾重にも固く巻きついてな。取るのに随分と苦労したよ。家に帰ってきたら寝たら死ぬわけですよね。めんどくさいな。中は読んだのか。ざっとはな。なかなか面白いことが書いてあった。なるほど。瞳の奥からは静かな怒りを感じる。JK は帰ってきたよ。手帳の表紙には赤黒いシミがこびりついている。親密度上げれば、のおちんぽって呼んでくれるさ。のおちんぽさんと呼んでくれるよね。ページの合間からひらりとバラの花びらがこぼれ落ちた。手帳の文章はしっかりしていた。書き手の知性と教養が伝わってくる。読み進めていくうち、それがかつての H 小学校の校長だと分かった。神経質そうな細かい文字で記されたその内容は、養子である一人の少年に行った個人指導の記録だった。なるほど。手記は5年ほど前の日付から始まる。校長が引き取ったその少年は小柄で可愛らしかった。彼はスカートが好きだった。お化粧も好きだった。実際赤いほっぴをした華奢な少年にはそれがよく似合っていた。だが手記の主である校長にはその趣味が認めがたいものだったらしい。悪癖は幼いうちに正し、健やかな健康精神を育まなくてはならない。それが彼の歪んだ欲心を隠す個人指導の名目となった。なるほど、ちょっと面白そうですね。男の子ですよね。指導の舞台となったのが例の地下室だ。自宅には家族の目があり、外だと他人の目がある。それに比べれば教職員が帰宅した後の夜の学校ほど安全な場所はなかった。校長は宿直の名目で学校に残り、少年を呼び寄せて指導していて、何の指導してたん？これ何の指導してたんですか、校長は。なあ、これさ、ちょっと待って、その悪癖を正すっていう指導も考えられるけど、別方向のも考えられるよね。夜の1対1マンツーマン個人指導をやってた可能性もあるよね。どっち？これどっちなんですかね。すごく気になりますね。そこ、模範的な教育者としてテレビに出演、著名な教育者である彼に疑いを挟む者などいるはずがない。俺が校長指導してやる。校長を分からせ坊や。唯一少年の担任である女教師は異常に気づいていたようだが、校長の権威を恐れ見て見ぬふりを決め込んだらしい。
幼児性愛はちょっとあった。いやでもそういう人がいてもいるかもしれないですからね。四季は後半に行くにつれ狂気を帯びていく。そこにはいがみ切った親子の姿があった。日々の指導で弱っていく我が子、華奢な体は痩せ細っていき、赤い方は黒ずんだ土色へと変わっていく。その様子は克明に記されている。だが敵意や憎しみは感じられない。狂心的な真摯さと教育者としての矜持と、体中を舐め回すようなねっとりとした愛情だけがそこにある。歪んだ愛情、歪んだ愛情ですか。なるほど。主義の内容は最後のページまでそのような調子だった。校長と少年がどうなったのか手帳からはわからない。だが今のエッチ小学校のありさまを見れば押して知るべしかと。顔色は悪いよ。顔色よくしてくれる翔太が。何が書いてあったんです。手帳の少年とそう年齢が変わらない司がこちらの顔を覗き込む。子供相手にありのまま話せる内容ではない。要点だけをかいつまんで説明した。知性のある人間、快楽落ちた世界があるな。画像ないのかってね、そうね、男の子の画像見たいよね。ひどい話ですね。大人のエゴの犠牲になるのはいつも僕たち子供ですよ。お前なんかいきなりなんかガンダムの登場人物みたいなこと言ってくるな。ガンダムの主人公がよく言うよね、こういうセリフ。大人のエゴの犠牲になるのはいつも僕たち子供なんですよって言いながら、こう大人に殴りかかるガンダムの主人公めっちゃいるよね。あ、お前急に目怖くなるのやめて。ちバカな大人ってほんと救えねえなって。お前急に怖いな。お前急にお前目怖なるな。一発殴っていい？ちょっとヘドが出そうな大人の悪意と犠牲となった哀れな少年。だがそれだけの話だろうか。富野っぽさあるよね。初太の間に割り込む校長を絶対倒すな。手帳の少年と花彦くんがもし無関係でないとしたら怖い顔も可愛いよね。ちょっと分からせてやりたい気持ちになるよねこれ。少年が怪異とかしたそんなことがあり得るんだろうか。非業の死を遂げた人間の恨みや怒り、それは死後も晴れることがございません。そんな淀んだ念が超常的な存在を生み出すことがあります。怪異、幽霊、妖怪、怨霊、読み方は様々でございますね。皆さんもそのような怪談を一つや二つ聞いたことがあるかと存じます。花彦くんもまたそのような存在なのです。メリーの話はにわかに信じがたいが、あんな奇怪な出来事を体験した以上もはや認めることしかないんだろう。フルボイスではないですね。だから俺が読み上げてるっていう。これは立ち何なんだしん。現実から目を背ければ先に待つのは死への転落だ。花彦くんはやはり怪異だった。その前提のもとにこれからの行動を考えにもなりません。メリーはそこで一度言葉を止めた。そしてガラスでできた翡翠色の瞳を真下へと向ける。ところでトロードン様のご報告によれば、皆様の中に怪異を殺すなどと考えている者がいるようですね。うん。念のためご忠告いたしますが、それはおそらくとても困難なことかと。うん。怪異は死の世界の住人にございます。生者をさらに生かすことができないように死者を殺すなどできません。もし皆様にできるとすれば、呪われた想念を消滅させることぐらいです。メリーさんっぽい声で読み上げるとエッチでいいって英医学雑誌に書いてあった。メリーさんっぽい声で読み上げられたら苦労せえへんねん俺は。初太の声聞きたいよね。つまりどういう意味だ。以前にお伝えした通りでございます。死と生とは同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。印の呪いを消す鍵、それは怪異を退ける鍵でもあります。やはり印を消す術は花彦くんにあるということか。だが殺すのが無理なのはともかく、その鍵というのは何なんだ。概念的な存在なので私にも分かりませんが、ただ一つ確かなことがあります。怪異の生まれるきっかけとなった土地は怪異と特別な縁で結ばれています。要点を述べてほしさある。まあ、そこにあるものであれば鍵の役割を果たすかもしれません。皆様には理解しがたいでしょうが、それが怪異というものなのです。つまりさ、俺はちょっと思ってんのはさ、その花彦くん本体とさ出てきた時に、あの多分花彦くん本体と戦う時に必要なものが多分口紅とかその赤いその何、スリッパ、赤いスリッパっていうか、あのあれ上履きかとか、あれを使えば花彦くんを成仏させることができるんじゃないのっていう。銀河万丈が声優やってるショタは嫌やな。なんか鍵となるものを見極められるかどうか、それがあなた方の運命を分けるでしょう。
分からせ棒ではじゃねえ、分からせ棒では分からせられへんかったんや。結局上履きで殴るの浦安鉄筋家族っぽさある。上履きで殴っていいのか、上履きで殴るとかそういうことじゃなくない？なんかさ、貝の呪われた想念、怨念を消す鍵、それが何を指すかわからないか。鍵を集め正しい方で怨念を消すこと、それしか本来生き残る道はないのです。時には怪が畏怖や嫌悪を抱く者を用いる非常さも必要となりましょう。怪を退ける術は怪の怨念の中にある。どうかそのことを忘れなく。だからそっか、ではくれぐれもお気をつけて。はあ、だからさ、まあやっぱ口紅とか多分使えると思うんやけどな。最近の神主はチンチンわさわさ振ってお祓いするんで、そんな神主嫌やぞお前。チンチンで成仏せえやって。チンチンで成仏したら苦労せえんねん。最終的に物理攻撃が勝つんですよ。いや、なんかさ、なんていうの、なんかだから、あ、でも最終的に物理攻撃が効くってなったらやっぱ発煙筒が効くんかな。尻でどいて成仏させよ。そんな平和な世界やったらええけどさ、でも尻にあのバラの触手入ってくるって思ったら辛いよ。警備員さん完全にモブ被害者でかわいそう。まあそれはもうしょうがないんじゃないかな。もう自分の御柱を信じろ。追い詰められ地下室で逃げ込んだ我々で迎えたのはバラに蝕まれて死を迎えたであろう数人の箱を伝え、そしてここで殺されたであろう者の霊が見せた過去の光景。それはバラに巻かれて死にゆく女性のおぞましい姿だった。あの警備員と同様、これも花彦君の犠牲者なのだろう。さらに地下室で我々を驚かせたのは真下という男がそこに潜んでいたということだ。元刑事だという彼の話によれば、犠牲者たちは教職員や父兄など学校関係者だという。彼らはなぜ呪わしき死を迎えなければならなかったのか。気になるのは現場から真下が押収した一つの式だ。式の内容は地下室でとある個人指導についてということですね。メリーさんとは多分話すことしかできないんじゃないかな。警備員さんの女装姿は見たないわ別に。そうですね、怪異の想念を消滅させる鍵、それは花彦君と特別な縁に結ばれた H 小学校にあるはずです。これさ、違う、あのでもチンポ小学校あるやん、これ